はい、じゃあ続きです。さっさとね、砂漠の虎を倒してアラスカ行きましょう。モビルスーツデッキ行ってみるか。なんだか最近体力的にきついな。どうしてだろう。どうしたキラ、疲れた顔しちゃって。なんだか体力が落ちたような気がするんですけど、市場に行ってからかな。ははは、確かに機密されている館内は気温調整が完璧だけど、外は灼熱の砂漠だからな。常に快適な気候が保たれているコロニーで育ったやつにはちょっときついかもな。なるほど。よし、いい機会だ。一丁体力トレーニングっていきますか。え、トレーニングですか。そうだ。どんなに優れた操縦技術があっても体力がついていかなきゃ正しい判断もできなくなっちまう。あの、運動ってあんまりしたことないんですけど。だったらなおさらだ。まずは手始めに館内一周、展望デッキまで行って帰ってこい。制限時間は2時間だ。本当にやるんですか。やるったらやるんだよ。ほら、とっとと走る。あ、わかりました。はあはあはあ。静かな通路に僕の息遣いと足音だけが響いている。時折すれ違う人が不思議そうにこっちを見てる。思ったより広いんだな、アークエンジェルって。真剣にランニングするなんていつ以来だろう。キャー、あ、フレイ、ごめん、怪我なかった。一体もうなんで館内を走ってるのよ。トレーニングしろってフラが少佐が。もうバスとして仕事手伝いなさいよ。いやいや、お前にそういう権利、権限ってあんのか。え、そんな。これからトレーニングした制服をみんなのところ、あ、トレーニングじゃねえ、クリーニングだ。トレーニングの、あの、いや、失礼しました。これからクリーニングした制服をみんなのところで配りに行くところだったんだけど、キラが配って。これ全部渡すから館内回ってる人に渡してきてね。自分で仕事しろよ。でも僕トレーニングの最中なんだけど。配りきれなかったらあとは私がやるから、とにかくお願いね。じゃあね。ちょっとフレイ、しょうがないな、できるだけやるか。どうしよっか。医務室行ってみます。はあはあ、失礼します。大和少尉か、どうしたんだ。クリーニングを持ってきました。そうか、ご苦労だったな。しかし汗びっしょりじゃないか。そんな格好で制服を配るのはあんまり感心せんな。あ、いや、これはその、あ、すみません、不衛生だぞ、気をつけろ。この人は本当お堅いっすね。なんかすごく損した気分なのはなぜだろう。まあ支出いくか。自分の分はここに置いてって。それにしても疲れた、少し眠ろうかな。いや、頑張りましょう。いや、ダメだ。ここに寝たらいつ起きられるかわからない。頑張ってトレーニングを続けよう。意外と自由なんだな。その寝たい時に寝たりとか、居住区。ふう、疲れた。キラじゃないか、どうしたの、汗びっしょりだよ。実はランニングしながらクリーニングした制服を配達しなきゃならなくなって。へえ、何言ってるのかよくわからないよ、キラ。ですよね。まあまあ、とにかく、カズイの分はこれだね。はい。ああ、ありがとう。でもなんだか汗臭い。急がなきゃならないから、じゃあね。どんだけ汗かいてんだこいつ。とりあえず展望デッキ、はい、通るかな。どうしたんだ、汗びっしょりだぜ。ああ、フラガ少佐に館内を一周してこいって言われて。何、どうしたの、なんか悪いことでもしたの。違うよ、パイロットは体力がなきゃダメだって。トレーニングさせられてるんだ。へえ、大変だなそりゃ。久しぶりだからね、体を動かすの結構きついよ。これ何サボってんだ。わ、フラガ少佐、すみません。たく、半周したくらいでへばってんのかよ。先行ってるからな、ちゃんと来るんだぞ。あ、フラガさんもトレーニングしてるんですね。わ、本当にしもかれてる。漫画みたいだな。うん、そろそろ行くよ。じゃあね。あ、しっかりな。ということで、館長室行きます。大人の雰囲気漂う館長さん。あ、あの、制服持ってきました。これ、これ、変態じゃねこれ。はぁはぁ言いながら、制服持ってきましたって。あら、ご苦労様。どうしたの、キラ君。汗かいちゃって。完全やべえやつ。汗かいて、ねえ、制服持ってきましたみたいな。はぁはぁ言いながら、これでも使いなさい。あ、ありがとうございます。館長、優しいっすね、ほんと。フラガ少佐にトレーニングするように言われて、その、ついでにクリーニングを。ふふふ、よくわからないけど大変ね。フラガ少佐、ああ見えても後輩の面倒見るの好きだから、キラ君気に入られたのよ。そうなんですか。
ふふ、頑張ってね。いいっすね、この大人の雰囲気が。は、はい。さて、ブリッジ行くかい？それとも食堂？ブリッジ行くか。失礼します。制服持ってきました。ああ、ご苦労さん。わざわざここに持ってこなくてよかったのに。え、そうなんですか？部屋の方へ届けてくれたらそれでよかったんだけど。フレイ、ちゃんと説明してくれよ。そうですか。まあ、せっかくだからもらっとくよ。あ、ありがとうございます。ということで、ここは OK。食堂。コックさんいるかな？あら、キラじゃない。いや、ミリアリア。制服持ってきたんだけど、コックさんいるかな？コックさんならさっき出て行ったわよ。でもなんでキラが制服なんか配ってるの？それってフレイの仕事じゃない？実はいろいろとあって。やだ、もしかしてキラって尻に敷かれるタイプ？そういうわけじゃ。まあいいわ、私から渡しといてあげる。あ、ありがとう。よっしゃ、これで全部回ったでしょう。ただいま戻りました。お、きっちり時間内に帰ってきたじゃないか。感心感心。もうダメです。バカ野郎、ランニングぐらいでへこたれるやつがあるか。でも、あ、かがりさんいたの？なかなか面白いことをやってるじゃないか。私も混ぜてくれよ。かがり。よーし、キラ。このお嬢ちゃんと腕相撲で勝負して勝てたらトレーニング終了にしてやる。え、私とか？それはやめといた方が。どうだ、やるか。いくらなんでも女の子相手なら僕でも負けませんよ。コーディネーターだしね。そうか、彼女細いけど結構いい筋肉してるぞ。あれは相当鍛えてるぜ。そこまでバカにされちゃ黙っていられないですよ。かがり、勝負だ。うん、やめといた方が。強いのか？これ原作にはなかったっすよね。まあやってみますか。よし、二人とも手を握って。知らないぞ。レディーゴー。それ、一気に。あ、あれ？びくともしない。どうした？早くやろうぜ。早くって。なんだ、もしかしてそれで本気出してるのか？うん。話にならんな。それ。うわぁ。はい、それまで。キラー、情けないよ、俺は。すみません。キラいじりが半端ねえな。じゃあ、約束通り練習再開。ほう、本当にやるんですか？当たり前だ。ほら、立て。もう動けませんよ。ダメだ、もう一周してこい。そんな。たく、お前、それでも軍人か？そう、そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。はい。キラーをいじる回でしたね。え、で、どうすりゃいいんだ？困った時の、ちょっと待って、支出行くか。あ、いた。キラ、心配してたのよ。帰ってこないってみんな騒いでたから。ごめんよ、フレイ。まさかザフトの軍人に招待されるとは思わなかったから。ザフトの軍人に招待される？ああ。砂漠の虎ね。もう帰ってこないかと思ったんだから。ごめん。昔のことを思い出しちゃった。昔のこと？うん、パパのこと。フレイ、うん、キラのことを責めてるんじゃないの？ちゃんと聞いて。パパはいつもお仕事が忙しくて、ママが死んじゃってから私家で一人ぼっちだった。パパが帰ってくるのを毎日毎日待ってたの。まだかな、いつかなって。時計の針が真ん中に来たら、窓を打つ雨が上がったら、もう一回家の前を車が通り過ぎたら、そんなことばかり考えてた。フレイのお父さんってどんな人だったの？この人さ、自分の話しかしねえよな。ほんと。優しかったわ。なかなか会えない分、お休みの日には私を楽しませようとして、いろんなことをしてくれたの。でも私が疲れちゃって、いつも途中で眠っちゃうの。それで目が覚めたらパパはもういなくて、またそれからしばらくはパパを待つ毎日。フレイ。なるほどね。だから私にとってパパってサンタクロースや魔法使いみたいな感じだったかしら。ふふふ。本当に優しいお父さんだったんだね。だから似てるのかしら。誰と？キラと。よ、嘘つけ。全然似てないでしょ。そうなの。ふふ、なんとなくね。キラは私を置いていったりしないでね。ああ。おっと、巨大な爆発を確認。レジスタンスの地雷原の方向です。慌てるな。攻撃を受けたわけじゃない。トラもいよいよ本気でキーワーを向いてきたって感じね。総員第一戦闘配備。連中には悪いが、レジスタンスの戦力なんぞはっきり言って当てにならん。まあね。ええ、お前も踏ん張れよ。まあ最近のお前さんなら心配ないとは思うけどな。あのバーサーカーって何ですか？知ってます？バーサーカー、それはなんかの神話に出てくる強戦士のことだろう。ギリシャ神話がなんかかな？違うかな？強戦士。
そう、普段はおとなしいのに戦いになると興奮して狂ったように強くなる。なんだいきなり。いえ、なんでもないです。すみません。フラガ少佐、ヤマト少尉は登場期へ。繰り返します。フラガ少佐、ヤマト少尉は登場期へ。さて出番だ。行くぞ坊主。はい、よっしゃ行くぜ。やったるぜ。ここで決着つけてさっさとアラスカ行きましょう。戦闘地域にはバクー7機とデュエルバスターが展開中です。はい、バクー7機とデュエルバスター。デュエルとバスターは砂漠に適した機体ではないからこちらに有利かもしれないわね。そして本艦はここに陣を張り敵を追撃します。いよいよ敵も本気で来るわ。キラ君も気をつけて。自分から動かない方がいいのかな。どうしようか。ソードで行くかエールで行くか。機動値はやっぱこれがたね、エールが一番いいんだけど、攻撃力が高いのがやっぱランチャー。ソードで行こうか。支援機はあかなりでもいけんのか。両方スカイグラスパー、まあやっぱムーさんだよな。カガリ、まあカガリ連れてっても面白いけどね。連れていきますか。よし、じゃあ作戦開始。はい、今日こそトラを倒す。いってらっしゃい。ストライク発進どうぞ。あの人も出てくるのかな。キラヤマト、ストライク行きます。来るでしょう、砂漠のトラ。敵を撃破してください。気をつけてね、キラ。アークエンジェルを守りつつって感じだよな。あ、やばい。ミスった、ミスった。オッケー。さあ、カガリさんのウィジンですね。これどうだ？いいね、スカイグラスパー。どう？どんぐらい食らう？おーおーおー、いいじゃない、いいじゃない。いいじゃないですか。これで落としたんじゃないか。オッケー。支援攻撃が入るとじゃあ一撃で落とせるってことだな。オッケーです。どこどこどこ。あ、やべ、バスターか。バスターだわ。くそ、マジか。こいつずりんだよな、ほんと。どうする、バスター落としに行くか。バスター落としに行きます。あー、ダメだ。バクーに狙われた。あ、バクーに狙われたわ。ちょっとカットしますね。くそー、あー、ダメだ。次から次へと狙われとる。ミスったな。くそー、これは困ったぞ。よし、バスターに攻撃される前に、オッケー、バスターに攻撃される前に、よし、マルチロック来た。先に攻撃できればいいんですけどね。多分どっかしらのタイミングで、バルドフェルドさんが出てくると思うんですよ、砂漠の虎がね。これがどこなのか、デュエルとバスター落としてからなのか、それともこのね、あーダメだ、狙われた。それともこのバクーを落とし切ったら出てくんのかな。そう、こいつらめんどくせえな。オッケー、ミスった。確実に、ね、落としていこう。落としきれないか、これは。オッケー、落とした。どこだ、いた。オッケー。エネルギーがなくなってきたんでね、補給も考えないといけないですね。はい、オッケー。ちょっと来た、マルチロック。これがまた気持ちいいのよね。
さあ行け。これは落としたでしょう。オッケー、落としてもう一機は、もう一機は落としたな。これ大丈夫、よしよし、オッケー、来た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 、色違いのやつだから。君の相手は私だよ、奇妙なパイロット君。バクーとは違う、隊長機、あの人か。来たな、ちょっと待って、マップマップでどこにいる。スカイグラスパーもだいぶ消費してんな。デュエルとバクーが結構近くにいるんだけど、これが多分バスターだよね。バクーと、あれいねえじゃん、いねえな。トラさんいなくね。あれ、あ、いた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 、これラゴー、これですよ。ちょっと待って、支援、こいつ一回補給行ってこい。通信ダメだ、通信は特になんもないですね。一回補給行ってこい、お前。でこいつは倒す。どんぐらい HP 残ってるか分かんないですけど、あー満タンかよ。カガリは何やってたんだっていうね。よっしゃ、こいつは確実に落とすよ、落とすよ落とすよ。はいどうぞ、よいしょ、よし大丈夫、落としたね。来た来た、シードはでもまだ使んない。ちょっと逃げんな逃げんな、マジでちょっと逃げんなって。来た、砂漠、砂漠の虎、砂漠の子猫ちゃん、えい、よいしょ、うお、やるじゃないの。あ、結構食らったな、結構食らいましたな。オッケー、マルチロック、あーダメだ、エネルギーがゼロになった、フェイズシフトも剥がされる。よいしょ、こいつはちょっとまずいぞ、とんでもないやつだな。オッケー、バルドフェルドさんね、かっこいいっすよね。あ、ちょ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 、やべやべ、くー、やばい。さあこれをどうするかな、やばくねこれ、防御が弱いぞ、やばいぞ、大丈夫、よし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 、電源が落ちちゃってるからね。かなりだ、発信するは、頼むぞマジで、支援護衛、まだまだできないか。 OK、 補給乾燥はしなくてもよくねえか、乾燥するかね、補給、あー狙われとる狙われとる狙われとる、スカイグラスパーは何やってんだおい。オッケー行くぜ、よっしゃー、そこだ。さあどうです、あ、こいつも満タンか。オッケーオッケー、そろそろシードモードてか、もっと早くシードモード発動させてもよかった。デュエルとバスターの存在感がね、来た、よし発動します。 OK、 ここでシードモード発動です。あーやべ、狙われた、くー、やるじゃないか。さあこれ、さあこれをどうするかな、こんな感じだったっけ、バルドフェルドさん、くー、は、早い、コーヒーがね美味しいんですよね、確かバルドフェルドさんが入れるコーヒーがね、えいえい。さあこれは落としたよな、多分一撃で落とせるはず、よーし、オッケー、さあ勝負だ、オッケー、来た、まだシードモード継続中のはずだから、これでとどめを刺せるはず、えい、
砂漠の虎はここで沈め、戦いたくなんかないのに。いやーしゃーぐ、面白い戦闘機だ。よし倒した。はい、どうだ、とりあえずこれで終わりなのかな。今回はやられすぎたな。よもやここまで差があるとは。全軍に通達、撤退だ。バナディーヤに戻ってジブラルタルと連絡を取れ。バクーでないや、なんだっけ、ラゴーだっけ、爆発ね。愛車君を脱出しろ。そんなことするなら死んだ方がマシね。なら付き合ってくれ、バルトフェルトさん。まだだぞ少年、もうやめてください。勝負はつきました。降伏を言ったはずだぞ。戦争に明確な終わりのルールなどないと。いいね、かっこよすぎんだよ、ほんとバルトフェルトさんも。そして種割れして、戦うしかなかろう、互いに敵である限り。なるほどね、バルドフェルドさんもね、いろいろ考えてるんですけどね。アンディ、うわー、僕はバルドフェルドさん殺したくなんかないのに。バルドフェルドさん、お、来た、 S だ、やったね、久々の S じゃない。さ、能力結構やっぱ跳ね上がりますよね。いいねこの曲ね、あんなに一緒だったのに。だから足を連れて行けと言っている。あんたたちよりは情勢に詳しいし、補給の問題やら何やらあった時には力になってやれるしな。でも無論アラスカまで行こうってんじゃないし、地球軍に入るつもりもないが、今は必要だろ。いいのよこの音楽が、もうずっと聴いていたいですねこれ。うん、君がかい、あ、いや、だからそのいろんな助けがだ、助けって言われても、ともかく私はアークエンジェルと共に行くぞ、もう決めたからな。どうしよっか、一旦また切るか。ここでなんかこれ以上なんかやったらまた長くなりそうな気もするんだよな。ちょっと切るか、ここで。はい、切りましょう。とりあえずはじゃあ砂漠の虎を撃破したということで、このままアラスカに向かうんでしょうかね。まあちょっと楽しみです。はい、どんどんやっていきたいなとは思ってますけども、今回はここまでにしときましょう。はい、それじゃあここまでご視聴ありがとうございました。